まあ今回はですねあの、まあ、死んでどうするってことですねつまりあの、まあ、人間は必ず死ぬと年、まあ、を取って死ぬってことですよねでもバイブルの中に、まあ、永遠の命ってことが何回も出てきますよねでもそのことを言ってる方って実は、ね、いないなと思うんですね実際どうでしょうか、まあ、キリスト教の方でも多分天国に行くとかねそういったことあると思いますけど結局それって死ぬってことですよね つまり人間は死ぬと永遠の命はないっていうことになりますけどもでもそれの解釈はちょっと自分間違ってるんじゃないかなと思いますね。で自分は実際誰にあってもあれですよいやもう自分永遠の命を手に入れたんだってことを言ってますでもう死なないんでってことは誰にでも言ってますそうすると、まあ、必ずまた頭がおかしくなったんじゃないかとかですねまた妄想話が始まったってなりますけどもでも実際そうなんで。 まあしょうがないですよね。例えば高次元に行くのも死んでいくっていうのはちょっとおかしな話ですよね、まあ、確かに昔はねその殉教してから高次元に上げられたっていうのは確かにありますけどもでも今のこの週末、まあ、大きな船に向かう中、まあ、それはないと思ってますねだからまあだから結局、まあ、死なないとつまりまあ牧師を目指されてる方はある意味もう完全に永遠の命を手に入れたってことですよね だってそうですよね死なないんで、まあ、死なないってことは死な死なずににに高次元に行くってことになりますよねだからここら辺の、ね、考え方がねやっぱりね理解されづらい部分かなと思いますね、まあ、例えばどんな宗教であっても、まあ、死ぬっていうのは前提ですよね、まあ、それで死んでから天国に行くとか、まあ、地獄に行くとかあと死体がね腐らないとかねだから正しいんだとか、まあ、いろんな意見ありますけども でも一番いいのはですよ、まあ、死なずに永年の命を手に入れるということだと思いますでも実際もうすでに手に入れてるという自負がありますのでまあそうやって言うとですねまた <laughs> また頭がおかしくなったんじゃないかとかねああってなるんですけどでも事実は事実なんでまあはっきり言っておきます、まあ、牧者になるってそういうことですよあのー、もう死ぬってことはないってことですでそのまま高次元に行くってことなんでここら辺はまあ自分はもう自信を持って言ってますね誰に対しても うんまあそのように死に対してまあどのような感想を持つか分かりませんけども自分は他の人がでも結局まあ皆さんはもう死ぬことを前提として生きてるってことですけど、まあ、自分は別に死ぬことを前提にして生きてるわけじゃないんで、まあ、これからまだ永遠に命が続くっていうことを前提として生きてます。まあ、それぐらいのやっぱりね自負というか自信がありますのでうん、まあ、こういった動画にしておきます。 過去にも永遠の命っていうことで、まあ、自分はもう、ね、永遠の命を手に入れたってことを言ってますけども、うん、まずこれはね間違いないと自分は思ってますねですから是非5つのことを実践していただいてもうできればね牧者になっていただきたい、うん、それが一番のベストだと思ってますまあ本当にねいろんな考え方は確かにありますけども、まあ、自分の場合は一貫して5つのことをやってくださいということしか言いませんそして是非牧者になっていただいて まあ、an の位置を手に入れていただければと思ってますね。で、今回は以上です。ありがとうございました。